皆さんこんにちは。スタンピンナップジャパン公認デモンストレーターのウェラードさとみです。ウェラードさとみがお送りする、スタンプスクールということで、いつもだいたいですね、隔週に行っているスタンプスクール、木曜日にやってたんですけれども、いろいろね、最近、なんて言うんでしょう、予定が予定通りにできないことが多くなってきたので、一瞬飛んだりってする、一回飛んだりすると2週間飛んじゃってとか、MJ さん、こんにちは。なので、これからですね、やれる時にやるぞということで、先週もやったのに、今週もやるぞっていう感じで、ちょっとね、変則になるかもしれませんが、そのあたりはご了承くださいませ。こんにちは。はい、ということですね。YH さんもこんにちは。時差ありますよね、大丈夫ですか？はい、ちょっと画面をね、調整しました。今日のスタンプスクールはですね、一応まあスタンプスクールっていうことなので、何かね、なんか曲がってるな、大丈夫かな、こういう感じか。はい、何かね、新しいことを皆さんに学んでいきたいな、学んでいただけたらいいなって思ってやっている Facebook グループなので、最初から最後までカードを作るってこともやりますけれども、そのテクニックですね、スタンプのテクニックとかツールの特殊な使い方とかね、そういったものを主に中心にね、あ、こんにちは TH さん、ご紹介していこうと思っています。なので今日のライブレッスンは、なんとなく画面が歪んでいるような、こんな感じで大丈夫だろうか。はい、今日のライブレッスンはですね、じゃじゃじゃーん、スタンパレータス、これをですね、使った技をご紹介したいと思います。このスタンパレータスはですね、まだお持ちでない方、後ほどこちらのブログの方を見ていただくと、私のブログからスタンピンアップの、私のスタンピンアップオンラインストアに、通じているリンクがありますので、そちらを見ておいていただいても大丈夫ですし、すでにお持ちの方もたくさんいらっしゃると思うので、おや、こんな使い方もあったのねということで、あ、TH さんに、YT さんもこんにちは。さらにお手持ちのスタンパレータスの価値を満喫していただけたらいいなと思います。今日ご紹介する技でできることなんですけれども、じゃじゃーん、こういうのとかね、あ、でも実際のものがないとなかなか分かんなかったりするかしら。これちなみに新しいカタログに載ってくる、これはですね、もう今期でリタイアしちゃう、あ、そうですよね、 YA さんはこんばんはですよね。はい、今期でね、もうなくなっちゃうマグノリアのスタンプセットで作ったものなんですけれども、何やら模様が回転してるぞっていう風に見えると思うんですが、こちらでお見せすると分かりやすいかと思います。このラブリーユーっていうのは、次の、年間カタログに載ってくる新しいスタンプセットなんですけども、このスタンプセット自体にはコーディネートしたね、パンチがあるんですね。でもちろんそれを使って遊ぶの楽しいと思うんですけど、このスタンプセットですね、スタンパレータスを使うとこんなことできちゃうんです。可愛くないですか？今日ご紹介するのは、お手持ちのスタンプを使ってリース模様を作る方法をご紹介したいと思います。で、リース模様を作るためには、実はですね、ちょっとね、ツールが必要になります。といってもお手製できるツールでございます。はい、スタンパレータスを用意していただいて、まあ、これ実際押すときに作るんですけど、今からご紹介するのはこのお手製ツールの作り方をご紹介したいと思います。要はですね、こういうテンプレートを作っていただくんですが、最初に言いますけど、このテンプレートは私オリジナルのアイデアではありません。私のですね、チームメンバーシスルズのメンバーの方で、お名前をね、言っちゃって、本人にはね、今日言うよって言ってないので、イニシャルでいきます、 WM さんがこのテンプレートを最初に考えました、まあ、テンプレート自体は実は世の中にもある、売ってるんですよ。これ売ってるものもあるんですけど、それをこういう形で自作するっていうのは、我がシスルズチームメンバーの WM さんのアイデアなんですね。それを私は、拝借しております。
で、テンプレートの作り方なんですが、まず必要なものはウィンドウシート。まあ、これウィンドウシートじゃなくてもいいんですけれども、私はもうあのウィンドウシートが手元にあるので、あのシェイカーカードとかね、作る時のウィンドウシートがあるので、それ使ってるんですけど、こういう透明なプラスチックが必要ということになります。そして、方眼紙が必要となります。ですか？で、こんな風にですね、四角をちょっとずらしたようなこういう線をね、これから作っていくんですけれども、まず私自身はだいたいカード表面の幅と、ほぼ同じな感じの4インチ4インチ、まあインチ四方で何て言うんでしょう、押すための紙を用意するので、自分のまず使いやすいね大きさの、まあ、正方形じゃないとダメなんですが、自分の使いやよく使うですね、スタンプするときによく使う正方形のサイズっていうのをまあ考えておきます。で、これからお見せするのは、まあ、要するに基本的なテンプレートの作り方なので、サイズに関しては各自皆さん、工夫してみてください。ですか？はい、別にスタンプレーザースのところにこういうふうに置いてなくても別にいいんですけれども、まず最初にやることは、こういう方眼紙にですね、正方形を書きます。はい、これ私は4インチ、あ、ちょっとこれ4インチじゃない、こっちが4インチだった。4インチ、4インチに、実はもう正方形で、まあ別に4インチじゃなくてもいいんですけど、わかりやすい方でこっちの方がいいかな。これセンチでやってるんですよね。センチはね、確かね、1,2,3,4,5,6,7,8 8センチ四方のまず正方形を作りました。このテンプレートで使うときは、ペーパー自体、スタンプを押すペーパー自体が8センチ8センチのものを使うときのテンプレートでございます。いいですか？まあテンプレートの作り方を見れば、あとはサイズを変えていくだけなので、まずですね、方眼紙の上に正方形の、線を引いておきますよ。そして、その上にウィンドウシートをかぶせます。で、ウィンドウシートなので、マジックね、油性のペンじゃないと、乾かないので、油性のペンでですね、正方形の後に沿って四角をなぞります。ここのところ、なるべく正確に直角にね、四角の部分がなるように、つまり正確に線を引く方がいいです。まあ私の場合、あんまり正確じゃないので、作ったテンプレートこんな風になんかごちゃごちゃしたり、あ、間違えちゃったぜなんかって思って消したりとかしてるんですけれども、まあこれはあくまでもご自身が見やすければということなのでね、基本的な作り方として、まあ線を引くときに、正確ならば正確に綺麗に、スタンプをするときにリースになる、まあ円に近いものになりますよということです。ですか？まずはい、沿って線を引きましたよね。そうしたら次ですね、この後別に、ここ特にスタンプレータスの上に乗っかってなくてもいいんですけれども、たまたま今乗っけてたと。次にですね、この今ウィンドウシートに線を引いちゃったものをちょっとこういう風にスライドしていきます。いいですか？で、スライドした時にわかりますかね、今ねこれ自体がね、ここでちょっと気をつけないといけないんですけど、これ1,2,3,4,5,6,7,8 でしょ。ということは、ここの4センチ4センチのところ、1,2,3,4,5,6,7,8 ということは4センチ4センチのところというのが、ここバッテン、中心ですよね。これ中心線、中心線なってますよね。で、先ほどこういう風に引いていたテンプレートをヒュッて移動して、はい、わかりますか？この中心線の延長上に書く、このと、尖っている部分、四角形の先っぽが、全てこの延長上に来るような位置に設置します。例えばこれ同じ、縦はこの延長上でもこうなっていると、はい、こっからずれてますよね。ここずれてますよね。わかります？ほんと、ここが中心線を延長させた部分なので、上下があっ
ていてもこの線とね、こうなっているとダメです。例えばここで合わせちゃうとダメです。横の部分がこの四角の、なんて言うんでしょう、90度90度になってクロスの線上にからはみ出ます。つまり全ての、これちょっと短いですけど、まあ分かりますよね、ここまであるということで。で、全てのこのぐるっとした時の四角が、中心線の延長上にないといけないんですね。だから横こうなってもダメです、上下こうなってもダメです。すべてが、はい、すべてがこの線の上に乗っかっているということが、ここが非常に大事なポイントです。いいですか。まあ 0.1 ミリとかねずれてもね、そんなに支障はないんですけど、こんな風にずれてるとうまく回転模様というのはできません。はい、ということで四隅がちゃんとこの、延長線上に合わされたことを確認して、さ、この位置で最初になぞっていた四角をもう一回なぞります。こんな風になぞります。実はお手製テンプレートというのはたったこれだけで出来上がりです。すごく簡単、今ずれちゃった、ずれちゃダメですね。すごく簡単なんですよ。ただどこにこの線を引くかというのをちゃんと、はい、じゃあテンプレート外します。そうするとほら、わかりますね、こういう、なんて言うんでしょう、なんか六角形みたいな、六角形よりも八角形かなの模様ができるんですね。こういうテンプレートを作って、このテンプレートに合わせて、まあちょっとサイズがこれ違いますけれども、紙をですねこれに合わせてこうやって回転させていくと、スタンプの位置が同じでも回転模様を作ることができるんですね。で、同じ方法をとってサイズの違うものを一つの、ウィンドウシートに、私はもうすでにテンプレートを作っています。これは私の、使いやすいサイズとなるので、最初にですね1枚にこういうふうにやっていきたい場合は、まあもちろんこれウィンドウシート自体のサイズをスタンパレータスの表面と同じサイズに私はカットしているので、ここですね、外じゃなくてここ7インチのサイズ、センチでいくと、はい、18センチ18センチとなってるはずなんですね。で、その18センチ18センチの状態で、まず中心、9センチ9センチっていうのが中心点なので、このテンプレートを作るときはこのスタンパレータス用のミニグリッドがあると便利ですよね。やり方は今こういうふうにご紹介しましたけど、中心線時点を最初から9センチ9センチのところにこういうふうにこの線を引いておくと、これに合わせてここから例えば、私は4インチでやってますので、じゃあインチの方でご紹介しますが、3とハーフのところにこの中心線に下置いて、こういう風にテンプレートを作ったということなんですよ。一旦このテンプレートを作ってしまえば、もうあとはね簡単遊ぶだけということで、じゃあ実際に遊んでみましょう。まずはですね、4インチ4インチのペーパーサイズで遊んでみたいと思います。はい、4インチ枠に最初はこういう風に合わせてもどっちでもいいんですね。単にこういうふうに四角の中に一回合わせます。まあこの四角が最初にずれてるとちょっとずれるってことなんですけど、私はですね、あんまり神経質じゃないので、この微妙にちょっとずれても、まあ大丈夫かな。これぐらいのずれなら大丈夫かな。という程度でやっております。はい。で、このスタンプセットはですね、もう今期でリタイアしちゃうんですけれども、この、テクニックで結構使うと面白くって、なんでかっていうとコーナーのスタンプあるんですよね。そうすると今のやり方をしていくと、
このコーナーとこのコーナーをですね、クリクリっとつなげてスタンプすることができます。そういうタイプのスタンプじゃなくっても、この技は楽しいんですが、まずはちょっと、このテクニックってやっぱりこのスタンプのためにあるぞって最初思ったので、あ、ちょっとダメだな、これ。いっぺんにはできないので、はい、一個ずついきます。それをね、まず最初にご紹介したいと思います。で、今日はですね、最後まで作品を作るんではなくって、あくまでもこういうスタンプの仕方というのをご紹介という回になります。あ、その前に思い出した。今私使ってるの、これ普通の最初についてくるスタンプレータス買うときに、あ、こんにちは、皆さん、後ほど、スタートしてから参加された方、後でご挨拶しますね。はい。最初についてきたマットだと、フォトポリマーのスタンプを使うときに、まあ、この端っこなら大丈夫なんですが、こっち側のヒンジに近い端っこに行くとね、うまく押せない時あるんですよ。なので私はもうフォトポリマースタンプを使う時は、最初から、はい、これ付属品ではなくて別売りですけど、たったの870円。もうめちゃめちゃ安いので、皆さんスタンプレータス持ってる方全員ゲットしてねって感じで、つまりちょっと上げ底になってるんですね、デラックスマット。フォトポリマーのスタンプを使う時に、とても高さがちょうどいいというマットとなります。ちなみに、これだけのためじゃなくっても、このデラックスマット、フォトポリマースタンプを机の上で綺麗に押すときにいいクッションになるのでいいと思いますよ。はい、ここにまず設置しますね。で、このまま、じゃあせっ、はい、まあいいや、ちょっとまずやってみます。で、スタンプにインクをつけます。これ今お見せするのは回転、必ずしもこれはね、100、360度回転の技じゃないんですけれども、まあ、コンセプトとしてね。で、このままですね、今度こういうふうに、今このラインに、この四角に合わせてますよね。で、次にくるっと回してこの四角に合わせると、これここに押せちゃうんですよ、ここですから。なので、とりあえず今回は1回飛ばし、そうするとここに押せることになりますよね。ちょっともう1回、もう2個飛ばして、今回は、違った。反対側に押したいんです。ここに押したいんです。ちょっとここにやってみます。ですか。これ今ちょっと回転スタンプとはちょっと違うんですけれども、後で今回転しますけど、次に回転見せますけどね。コーナースタンプセットっていうのは結構この技にぴったりなので、まずこんな風に、この回転システムを使うと、本当にドンピシャに対角に押すっていうことがまずできます。で、次にやりたかったのは、このコーナーを埋める、ここ、ちょっと重なりますけど、違う色でやっておけばいいので、これ設置しておきます。ですか？で、これちょっと取っときます。はい。で、重なるので、ちょっと色を明るい色に変えていきますね。はい。これもこのコーナーに今度押したいので、ちょっとぐるっと今回は回して、一個ずつぐるぐるではなくって、ちょっと何て言うんでしょう。これからどんどん柄をですね、付け足していくための、今ちょっと下準備をしてるんですけれども、ほらね、この重なり具合といいね、完璧に180度反対側の同じ位置にまずやれてますよね。これ正方形だからっていうのもそうなんですけど、こっからですよ、皆様。こっからこっから、さらにこっから、このテンプレートの威力を発揮します。このスタンプセットね、かわいい、なんかね、いろんな模様というかね、入ってんですよ。その中でもね、これいきましょう、これ。なんか、ちょっと長細い葉っぱっぽいような感じね。ここからいきます。これやってみないと出来上がりがね、どうなるかわからないっていうのが面白い。あ、すごい！ MW さん！このテンプレートを、作って編み出していただいた MW さん、そのものが今ご覧いただいております。超嬉しいです。言っときましたので、これ私じゃないよって、 MW さんのアイデアだよって言っときましたのでね。はい。
90度回転します。いいですか。最初に作ったテンプレートの上を90度回転させます。そしてここは動かしてません。押すだけ。じゃ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 ーん、わかります。どんどんやっていくとね、ここがずれるとダメですけどね、ちゃんとここ、こういつも校内に差し込んでいって、こんな感じ。ほら、わかりますか。つながってきたのね、ね、ほらほらほら、もう最初にテンプレートを作っておいたもんだから、もう簡単簡単。これね、スタンプ自体が完璧に円の形になっているようなカーブのスタンプじゃなければ丸々の円にはならないんですけれども、どうですか、これすごくないですか。普通に使う、ああよかった、手にはついたけど普通にスタンプ押すのとはまた違う押し方、楽しみ方でしょう。スタンパレータスすごすぎ、これ本当に。だから手持ちのスタンプがですね、いろんな、スタンパレータスって量産する人だけのためかのものかなって思ってる方も結構いらっしゃるんですけど、そんなことないんですよ。量産するのもね、それは一部であって、実際はですね、もっともっといろんな楽しみ方があって、じゃあ例えばこのあたり、こんな風な、こんなところに、まあでも真ん中にちょっと一個ガンと模様とか言っておきたいですよね、こういうのとかね。まあ、こんな風にいろいろね、付け加えていく楽しみがあるわけなんですよね。模様を作って、こうでもいいし、この辺どっちでもいいんですけど、これ一応ね、デモンストレーションね、もっと実際にこう、どうしようかな。やっぱこういう風にしとこう。なんかこんな、これもね、やってみないと出来上がりがね、わかんないっていうのがすごく面白くって、全部はやると時間かかるので、全部やらないかもしれないですけど、ちょっとずつやってみましょうか。はい、パーティーハットを周りにつけました。すごいでしょう？リーススタンプじゃなくっても、リースが作れますということです。そして、ここも重なっちゃうけどいいや。ね。普段の使い方と違うスタンプの使い方ができることによって、なんかお日様みたいになってきた、これ。あ、移動させるの忘れた。こんな風にですね、どんどん模様がね、できるわけなんですよ。一応このスタンプセットをね、こんな、形でご紹介したの、あ、テンプレートが今ずれてましたから、ちょっとずれました。ご紹介したのは、もうこのセット今期で終了なので、アラウンダコーナー、コーナーをですね、飾るということで、この技にもすごく楽しく使っていただけるというセットということでご紹介しました。では違うセットで同じテクニックを使ってみましょう。使うセットによって全然イメージが変わります。次は通常のラバースタンプを使うので、はい、普通のマットを使います。ラバースタンプの場合はマット使わなくてもいいとかっていう話になるんですけど、私はですね、いつもね使ってるんですよ。せっかくだからこれ、まあ、いいや、もう一個使おう。私はいつもね、使っております。念のため。はい、ここからは新しいスタンプセットに行きましょう。はい、先ほども言いましたけども、こちらはですね、タグ、お揃いのタグがあるんですよね。でも今回はちょっとスタンプセットだけで注目します。こちら、6月の3日から一般販売開始となる新しいスタンプセットでございます。さて、さっき作ったのとはちょっと違う雰囲気にしてみようと。違うものを使ってみようと。じゃあ、これでいきます。ちょっとなんとなくふわふわのね。これもですね、4インチの、約10センチ。大丈夫ですよ、KT さん。前半はですね、テンプレート、我がチームの、MW さん考案のスタンパレータスオリジナル
自作リーステンプレートの作り方をご紹介していただけで、実際ね、なんて言うんでしょう、模様を作るね、デモンストレーションは今始まったばっかりって感じですから、これ全部一個ずつくりくり回すんじゃなくって、ちょっとずつ間隔を置いてやってもいいですよね。なんかもう今もうこれだけで楽しくなってきましたね、これね。ちなみに今日は最後まで作品は作りません。作品、出来上がりの作品はブログの方で後ほどご紹介しておきますので、今日は技のデモンストレーションとその、テンプレートの、技の使い方、楽しみ方、使い方の実演を主にしております。この技に向くスタンプセットなんですけど、サイズがすごいでかすぎない限り、要するにこの面積に、そう、テンプレートあると本当いろいろ楽しめますよ。この面積に収まるサイズであれば大丈夫です。でも特に小さめのスタンプセットがすごくね、生きるんですよ、この技。なのでね、そのちょっと小さめスタンプセット見る目がこれから変わってくると思いますよ。このお花こんな風につけちゃおうかな。多分いけると思うけど。紙のサイズによってはね、全部いくと大変なことになる場合もあるので、じゃあちょっとちっちゃめにしてみます。これなら絶対大丈夫なので、ちょっとこの間に入るような感じで、色はですね、どうしようかな、ゴージャスグレープにしようかな。今日はちょっとブライトファミリーで攻めております。ぜひ皆さんもね、これ遊んでもらいたいんですよね。本当に楽しいです。いけますね。はい、こんな感じ。どん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 模様がですね、できてくるわけですよ。スタンパレータス量産だけかなと思ってた人、それじゃあもったいないですよ。この他にもですね、スタンパレータスの使い方特集の動画を一つにまとめて、プレイリストとしてまとめたもののリンクをですね、また後ほど上げておきますので、そちらを見ていただいてもいいと思います。皆さんだったらお手持ちのどんなスタンプセットでこの技やってみますか？おそらく今まで持ってたスタンプセットのに対する意識がガガーンと変わって、もっともっと楽しくなっちゃうと思うんですよね。はい、こんな感じ。せっかくだから中心にも押しとこうかということで、これは1回押すだけで、中心はでも違う色にしておこうかな。中心は違う色にします。もうね、無限にね、模様ができちゃうから、本当に面白いです。ほら！なんか、めちゃめちゃ可愛くないですか？すごい素敵なリース、なりましたよね。なんかもう無限に遊びたくなりますよね。最初にね、作ったのほらこっち、これも良くないですか？これはですね、どのスタンプでやったかっていうと、はい、ちょっとね円形っぽくなってるこのスタンプがここに来て、でこのスタンプをこんな風にして、で、中心で先ほどのこれねをこんな風にしました。なのであらかじめもうこういう模様でいくぞっていうのが分かって、ちっちゃいインクキューブがあれば、こんなちっちゃいところでも塗り分けできるので、いっぺんにこういう風にやって、ちょっとずつ色を変えてバシッといっぺんにやり、クリクリバシッということは可能でございますですか？でも一個ずつね、色を変えて私はやってみたかったし、あと先ほどの時も分かったと思うんですけど、コーナーの時にね、全部クリ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 やっていかなくっても、ちょっとこう間飛び飛びにすると、このコーナーしかスタンプしないっていう技もできるので
これはですね、実を言うと1回飛びで、これもそうなんですね、ここ抜けてますよね、1回飛びで押してってるんで、1個ずつね徐々に組み立てていくとすごく素敵だと思います。はい、これはこれでございます。これだって例えばこういう向きでやったらまた違う模様になりますよ。じゃあこういう向きでちょっとやってみましょうか。サイズちっちゃくって入るかな、これで入るかな、ちょっとこれでやってみましょうか。せっかくなんで思い立ったがということでね。ちなみにですね、このスタンプスクール、オープングループといって一般公開グループなので、 Facebook のアカウントを持っている方だったら誰でも見つけられるんですが、一応まあメンバー登録というのをしておくと、おそらくライブをやったりするときにお知らせを受け取れるのかなっていう形だと思うんですよね。でそれでメンバー登録の申請をするときに質問をしております。でその質問にお答えがあった方だけ、登録申請を、しておりますので、申請を、ね、認めておりますので、お答えがない方は、申請通りませんのでご了承くださいませ。で実はその質問の答えと、今ちょっとサイズがあれだったから、本当は移行機にすればよかったな、これ。はい、じゃあちょっとやり直します。裏を使います、話してたからそう、質問してる内容をの答えがどうこうで承認されないということじゃないんですね。単に質問に答えてない人は承認されませんということなので、その質問の答えは別に承認とは全く関係なく、今1個飛ばしましたってやってますので、なぜかというとですね、まあ、Facebook ね、たまになりすましとかね、アカウントをね、ハッキングされて、なりすましのアカウントがあったりとか、あとロボット、つまり本当の人じゃない人、ロボットみたいなやつで、なんかそれこそ、ハッキング目的でいろんなグループに登録するっていうのがあって、でそういうのはですね、この登録申請の時に私がこれ今日本語で質問してるんですけど、日本語で質問した時に答えれないんですよね。で答えてないのはもう承認しないっていう風にすると、そこである程度なんて言うんでしょう、見分けることができるので、そのためにやってますのでね、皆さんぜひ質問あるけど別に答えないでほかっとこうっていうのでもいいんですけど、そうするとメンバー登録は申請されませんので、ほかっておくとぜひお答えください。もうこれだけでもいいかな、なんとなく。先ほどみたいにこのサイズだったらきっとつなぎつなぎってやってもいいですよね。ほらスタンプをね、同じスタンプでも同じテクニックでも配置の仕方、最初こういう配置にしました、でもこれはこういう紙に対してこういう配置にしてきましたってすると、違う模様ができるんですよね。え、面白いでしょ。ぜひ皆さんもこの自家製テンプレートを作っていただいて、お手持ちのスタンプをですね、もう2倍3倍にも楽しんでいただけると嬉しいです。そしてスタンパレータスをまだお持ちでない方は、はい、こちらのレッツメイカカードサトミウェラードブロックスポットドットコムで検索していただくか、レッツメイカカードスタンピンアップ手作りカードの世界、またはウェラードサトミで検索すると私のブログはバーンと出てきますので、そこからですねスタンピンアップ購入というふうにオンラインストアに移動していただくと、スタンプラレータス、購入することができます。またはですね、後ほど今日の、レッスン動画と、それからね使って試しに作ったものをちょっと作品にしてみたいと思いますので、それと一緒に後日ブログの方に、このブログの方に載せておきます。なのでそこでもう一回見ていただくと、そっから、今回使用した製品のリンクを、つけてありますので、簡単にオンラインストアの方に移動していただけると思います。そしてですね、このスタンプセットは6月3日からしか買えないんですけど、これはですね、もう今期6月2日で終了になってしまうので、このテクニック面白いなと思ったら、ちょっとこのスタンプセットもね、すごくコーナーでね遊べるセットだし、この辺の模様をくるくるくるって今みたいにつなげていくと、すごい面白い模様ができるセットなんですね。この
リーステクニックにはドンピシャのスタンプともなっているので、これリタイアする前にこの辺は大至急チェックしておくといいと思います。ということで本日のですねスタンプスクールライブレッスンはスタンパレータスを使ってお手製テンプレートを作り、リーススタンプをやってみようというテーマでした。 Thanks for watching! Happy Stamping!